伊豆大島では島の外に避難していた高齢者らが戻ってきました。また新たに一人の遺体が見つかり、大規模な土砂災害で亡くなった人は三十三人になりました。島の外に避難していた高齢者らが今、町に帰ってきました。台風の接近に備え避難した高齢者ら三十四人は昨日。大島町が用意した船で伊豆大島に戻りました。嬉しいです。 もういつ帰れるか心配で心配でいたんですけど昨日新たに一人の遺体が見つかり亡くなった人は33人となり今も9人の安否が不明です土砂崩れの現場近くで校庭が自衛隊の捜索の拠点となり休校していた小学校では今日から授業が再開されますこれで島の小中学校すべてで授業再開となります